白鳥山は霧島山の北西部を構成する火山であり、宮崎県海老野市の南部に位置する。山頂南側に河口湖の白七、南東にマールの六関音大池を要する。北東に古式岳、南西に海老野岳が隣接し南東には海老野高原が広がっている。北斜面には白鳥神社や白鳥温泉があり、山裾は格闘盆地に続いている。 北側斜面の標高1000メートル以下は杉や檜のの人工林となっているが、白鳥神社を経て六関の大池に至る、山道沿いには自然林が残されている。北西側及び西側斜面の人工林には赤松も含まれる。自然林の植生は標高900メートル以下に椅子の木や裏汐橋。 標高900-1200メートルに小学内に、や、もみ、標高1200メートル以上に、白木やブナが分布し、山頂付近には三山霧島も見られる。白鳥山は、霧島火山群の北西部を構成する、複合火山である。まず、栗の岳の東側に重なるようにしてなだらかな、山海が形成され、続いて、 エビノケやシシドタケなどの川火山が作られた。その後、2万5千年前から1万8千年前の間に起きた、ビアクシー池や六関能大池の火山活動によって、現在の産業となった。959年、昭久が修行のために、白鳥山に入り、白鳥神社を創建した。江戸時代には、領主の島津氏がしばしば訪れている。河野構造。 霧島山の植生、宮崎県総合博物館総合調査報告書、遠藤直他、火山培葬による、霧島溶岩類の変年、霧島山総合調査報告書、井村隆介、霧島火山の地質 UT リポジトリ、地震研究所違法第69号、東京大学地震研究所、1995年、ありがとうございます。